わっさっ、いや、ひまるです。はい、ということで、今回はですね、運営さんがいいかを言う、いいっていうかわかんないけども、ビッグゲームでチーミングをしていきたいなと思います。パチ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 。はい、ということで、ですね、まあ、ビッグゲームで、一人でやると、まあ、つまんないからチーミングをしたいと思うんですけども、このチーミング、ビッグゲームのチーミングがいいかどうかわかんない、運営さんに任せます。この動画出して、ダメって言われたら、運営さんが、はい、多分ツイートやらなんやらね言って、まあこれはダメですよっていうかもしんないんですけども、とりあえず、面白いからやってみたいと思います。今参加してるのはラブちゃん、チョゲピ、キムチ鍋なんですけども、みんな高トロっすね。900トロ以上のキャラを使って入るんですけども、まあ、さっきねやったらラブちゃんとチョゲピとねマッチングしたんで、まあ、そういう感じでね、マッチングが遅いんで、それに合わせてまあみんなで部屋をね入っていくっていうスタイルでやっていきたいなと思います。で、せっかくチーミングしたら、まあちょっとボス側に行ったらさ、クルクルして時間でも稼いでいいんじゃないですかね。まあこれがいいのかわかんないですけども、これも運営さんにお任せします。ということでやっていきましょう。いきますよ、準備できますね。いきます、3、2、1、ポチンキ押したよ。ちゃんとチョギピは俺と一緒、6分の5になった。どう、キムチが一緒かどうかがすごい怪しいけど、6分の5だよね今ね。とりあえずあと1人だね。さあラブちゃんとチョゲピ3人はね今一緒に同じ部屋にいるんですけども、キムチが今ワンチャン行っちゃった説濃厚、これ行っちゃった説、まあとりあえず3人一緒なんで、ボスに絶対誰かしらなると思う俺は。これどうしようか、どうなんだろう、これさ、タイム的にさ、それで稼いだら多分怒られるよね、運営の人に。違法とか違反みたいになること。チョゲピー、あ、キムチ、ラブちゃん、4人入ってる、おー、すげえ。ディオ、あ、ディオじゃねえ。ビッグゲームチーミング成功しました。どうするこれ。俺、チョゲピーをやるかどうか、2人に任せるわ。なんかでもさ、これさ、やったらやったらさ、面白い、どうする、どうする、やっちゃう、やるか、もうしょうがねえから。なんかこれでタイム稼ぐのが違法ってなんかなりそうだから、なんか俺ら批判食らいそうだから、ちゃんと倒しに行きます。こちらはチョゲピをボコすぞ。いけいけいけ、頑張れ頑張れ頑張れ、ナイス。待って、強くね、普通にモーティスが強い。トロ高いと結構高確率でなれるね。ほらよ、ザベス結構強いんだよ、ビッグゲーム。やめろ、やめやめやめ、やばい、えぐいえぐい、やばいやばいやばい。あ、そのパターンはあり、そのパターンはあり、逆にそのパターンはあり。やべえ、いきなり4人マッチングしたね。あと2人欲しいねこれ。やば、クソおもろ。じゃあボスになったらもう速攻終わりにしよう、そうしよう。ひどい。チョゲピがチャットでひどいとね、今言っております。じゃあちょっとね、ボスになったら速攻で終わる感じでやりましょうか。はい、ということで、ちょっとね、もうちょっとね、人増やしたかったんですけども、さすがにね、900キャラ持ってる人はそこそこいないということで、まあ、またね、何人か呼んで、全員でちょっとやってみたいと思うんですけども、まあ、さっきね、4人入ったから、やべえということで、ちょっともう一回やって、ボスになった人は、速攻死ぬ。で、もしこれが、合法ってね、運営の方が言ったら、これでタイムを稼ぎに行けると思うんで、トロをだから上げる価値はある。ことになるだろうね。だからトロが高いと、ビッグゲームでチーミングもしやすくなる、イコール、タイムも、だからこういうチーミングが、なんだろう、許されるのであれば、こういうなんかタイムの稼ぎ方もあるということで、できると思うんで、トロを上げる価値はもっと上がると思うのでね、皆様。お待ちしてください。お待ちしてくださいって日本語おかしいね。とりあえず運営の人にね、まあどういう感じか反応を見て、この動画見てもらって、まあね、やってもらう感じで。とりあえずやっていきましょう。いくよ、3人。3、2、1であります。3。ちょ、待って、ね。
20にしよう。倍、20倍にする。いきます。3、2、1、GO! 6分の1。さあ、俺のとこにカモン。俺がそっち合わせるか。あ、チョゲピに合わせるじゃあ俺。6分の3、6分の3。6分の3です。さあ、6分の3になりました。どうでしょうか。チョゲピは6分の3。みんなどう ?6 分の2?じゃあ合わせるわ。みんなチョゲピに合わせる、チョゲピに。6分の1。6分の1。6分の。チョゲピじゃあ1回抜けてよ。もう1回行こう。俺6分の1。俺6分の3。お、来た。全然合わない。6分の4。俺6分の4。来た、入った。キムチ頑張れ。入ってるかもしんない、キムチはでも。6分の4。俺らこれで待機。俺とチョゲピとラブちゃん待機。さあ、3人入りました。あと1人、キムチ。キムチ鍋が入ったら、結構ね、2連続でチーミングできるということですね。ちょっとお茶飲もう。うん。やばくないこれ。結構おもろいよ、この動画。これが運営さんがいいってもしね言ったら、やる人増える、イコールトロ上げもっと大事になる、トロが高ければ高いほど良くなるんで、これねめちゃめちゃいいと思うね。そ、6分の4キムチが入ってるかもしんない。これでタイム稼いでいいって言われたら、お、6分の5、これでタイム稼いでいいって言われたら、マジね、あのビッグゲームの、だビッグゲームつまんないじゃん、正直言うと。俺すごいつまんないと思うの。だからこれで、あの、価値が上がる。正直だってこれってさ、トロフィー関係ないわけじゃん。だから、なんだろう、トロフィーを関係ないから多分合法って言われるかも。で、まずチーミング自体は、まあ、あの、合法なんだけど、まあ、この談話っていうか、その、通話しながらダメなんですよ。だけど、まあ、これが、運営さんがね、いいよって言ったら、はい。6分の4になっちゃった。一緒かなこれ。運営さんがいいよって言ったら、まあ、皆さんやってもいいよって感じで。はい。じゃないですかね。わかんない。なんか、ビッグゲーム自体のチーミングがさ、みんなやったことないから、どんな感じかわかんないんだよね。俺がちょっと試し。で、これでもしダメって言われたら、はい。まあ、やる前に聞けばいいとか言われるかもしんないんですけども、そうじゃないと。面白くないですよ、と。まあ、これはちょっと動画にしてね。はい。もし運営さんがダメって言ったら、もう、絶対やんないんでね。それはもう決めております。さあ来い。ラブちゃん、キムチ、チョコピー。オッケー。あれ、まんべ、行くよー。死にに行くぞ、俺は。おらよ、おらよ。ほらほら、俺をボコボコにしてくれ。うー痛い痛い痛い。いや、エッグ。やばい、やばい、18秒ってやばくない、これ。エッグ。スクショしよう。スクショしよう。えぐ。早すぎだろ、18秒は。はい、ということで。ですね、まあ、とりあえず言いたいのは、今、まあ、談話というか普通にチーミングしたんですけども、タイムを稼ぎには行ってないから、まあ、ギリ、違法ではないかなっていう感じはしますね。これでもしタイムを稼いでいいって言われたら、やるつもりなんですけども、ダメって言われたら。だってさ、チーミングで、俺自体、ボス側自体、だからタイムを、なんか、ここにさ、表記でさ、巨大キャラ側のベストみたいに書かれるじゃん。これを稼ぎに行ってないから、まあ、まだ大丈夫。まだ違法ではないかと思う、俺的には。だから、トロとか関係ないしね。だけど、これで、なんつうんだろうな。まあ、違法って言われたら、まあ、やめるし、まあ、これ、ここまでは合法。だから、ボス側になって、早く終わらして、どんどん、なんだろう。消費して、このチケットを消費してやるっていうのが合法って言われたら、皆さんやってみてもいいと思います。ということで、ラスト行こう、ラスト。行きますよ。行くよ。OK。行きます。3、2、1、GO! さあ、ラスト。時間的にラストということでね。はい、ということで、皆様、ラスト行こうと思ったんですけども、なんか、ヤピマルのね、画面バグったんで、ちょっと終わりたいと思います。これね、行こうとすると、多分
撮影が終わっちゃうんで、途中で録画ね中止しちゃうんで、ちょっとここら辺で終わっていきます。まあ結局この動画で何が言いたいかっていうと、まああのチーミング誰もやってるって聞いてないし、まああのトロ関係ないから、まあ違法ではないかなっていう感じですね。多分これでタイムをあの稼ぎに行こうとすると違法になるって感じになるかな。はい、だからまだそのボス側になった瞬間にあの速攻死んだりとかは、まあタイムよりかは、まあ、あのコイン稼いだりとかそこら辺までだから、まあ、あのみんなに迷惑かけて、迷惑かけるじゃん、あのデュオチーミングとかって、ああいうのは多分迷惑かけるからダメだと思うんですけども、これはね正直あの迷惑かかってないんで、まあまだ合法かなっていう感じなんで、まあ、これの判断は運営さんに任せて、まあいいって言われたら皆さんやってみてください、ダメって言われたらもうやらない、それだけです。はい、ということで今回はね、絶対に入れたということで楽しかったですね。ということで終わっていきましょう。チャンネル登録と高評価ぜひともお願いいたします。またねこういうのどうですかとかそういうのあったらコメントお願いします。ということで終わっていきましょう。皆様それでわだバイ。